ワルター・シュナイダー班は、オーストリアのバイオリニスト。弟ウォルフガングもバイオリニストである。ウィーン生まれ・ウーマレ。1905年から、アルノルト・ロゼにバイオリンを習い、1914年から1918年まで、ウィーン音楽院で、オタカールシェフ・チークの訓導を受けた。1919年から、演奏活動を始め、1929年には、 ケルン放送のオーケストラのコンサートマスターになった。1936年には、シュトゥットガルト歌劇場のオーケストラのコンサートマスターに転出するとともに、グラーツ歌劇場のオーケストラでもコンサートマスターとして演奏し、ウィーン音楽院のバイオリン科の教授にもなった。1948年から1966年まで、ウィーン公共楽団のコンサートマスターを務め、 コンサートマスターの座を誘待する際には、ブルックナーリングを授与されている。ウィンにて没。キリー、バルター・バイアハウス、ルドルフ、ディレクトリオブ・ジャーマン・バイオグラフィー、ボリューム9、シュミット・ズ・ウィアー、ワルター・デ・グロイター、P63、ISBN 9長7831億1096万6299億90億5835万9 0五5 5 ワルター・シュナイダー版。2012年9月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年9月10日へずらん。ありがとうございます。